見たらしに残る茶屋と若腰屋と大地の子守歌は日本の小説家即紀子の1974年の小説及びそれを原作とした1976年の日本映画旅の重さで覆面作家として分断デビューした元の長編3作目瀬戸内海の姉妹娼婦として売られた少女の地獄と救いとが描かれる元は2作目のパーマネントブルー 本作、四作目、ひまやキリシタンが三年連続で、直木賞候補となった。パーマネントブルーも、パーマネントブルー真夏の恋というタイトルで、秋吉久美子主演、山根重幸監督で映画化されている。四国、石土の山奥でババと二人で暮らしていた13歳の、少女林は、ババが死んで、海を見たいという欲望に駆られて全園について行き、騙されて、瀬戸内海の島、 見たらしに売られる。島で林を待っていたのは売春婦という少女にとっては、あまりのもむごい現実。馬場の墓が建ててやれる、美しい海が見られるという幼い夢は、無残に裏切られた。島には、陸での売春と別に、おちょろ船を漕ぎ出して、沖に停泊する船での売春があった。売春防止法試行まで、おちょろ船は、瀬戸内海で栄えていた。 船さえ焦げれば、いつかきっと島を脱出できるンは、おちょろ船の漕ぎ手を志願した。しかし所長を見た日、ンは客を取らされた。ンは狂ったように働き、ンの体の上を数えきれぬ荒くれ男が、通り過ぎてゆく。島で知り合った少年との淡い恋も散った。やがて死神経を犯され、盲目になってしまう。1976年6月12日公開。主演。 原田美恵子、監督、増村康三、脚本、白坂義夫。行動者、木村プロ制作、松竹配給。過酷な境遇を力強く生きる少女を原田美恵子が体当たりで演じ、同年の多くの映画賞を獲得した。また田中絹代の遺作でもある。企画は行動者のプロデューサー、藤井博明。行動者は、藤が大栄東さん後に、増村。 白坂義夫と共に作った独立プロで、行動者の2作目の企画を探していたとき、本作の出版予告を見て、筑く書房に頼み、ゲラを読ませてもらい映画化を決めた。増村も白坂もすぐに乗ってきたという。行動者は金がないため、木村元康が制作費を出した。木村元康は、鉄工所の経営者で、映画好きの素人だったが、 高林洋一監督が1975年に ATG で本人殺人事件を取ったことに刺激され、自分なりの企画を映画にしたいと映画制作者となり、藤井プロデューサーと知り合い、藤井から協力を得て、数十本の企画から本作を選び、本作クランクインと同時に木村プロを設立し、第一回作品として制作を決めた。制作が開始されても、 配給会社は決まっていなかったが、完成作品を小畜に見せて、7年間の工業売上パーセンテージ方式の契約を交わし、小畜での配給が決まった。原田美恵子は小さな時から本を読むのが好きで、高校1年生16歳の時、大地の子守歌を読んで感激した。自分とは全然境遇は違うが、主人公の凛の強さに強く惹かれた。この話が、 原田の所属事務所、サンミュージックの一山辰美マネージャーから、藤井、増村、白坂の3人に伝わり、それはもう運命だろうと原田はまだ映画界では、無名であったが、未知の少女にかけてみようと決まった。原田は、NHK 連続テレビ小説、水色の時や、宝月の歌の出演で人気を上げ、映画公開当時には走るたびに、豊かな胸が揺れるサントリーのジュース。 オレンジ50の CM でおじさま族を農殺し、お茶の間人気を高めていた。原田は渋谷パルコの喫茶店で、マス村から出演オファーを受けた。難役をどうこなすかは、原田の今後の天気になるだろうと見られた。田中絹代は、藤井と進行があったことからデベントでの出演。映画公開後に入院し、藤井が ブルーリボン賞作品賞の賞状と感謝の手紙を持ってお見舞いに行ったら、すでに生死の境をさまよっていて、それを見せることはできなかったという。白坂が、行動者は、お金がなく、俳優もほとんど無名と話していることから、岡田英二と、梶事名子も付き合いでの出演とみられる。白坂愛夫は、子供の時疎開先でいじめられて、以来田舎が嫌いで、東京から、 ほとんど出たことがなく、原作を渡され、何これ、田舎じゃんと拒否反応があったが、原作を読んだらとても面白く、田舎にアタックしようと脚色を決意した。もともと、シナハンに行かずに脚本を書くため、本作は金もなく、作品の舞台である四国やみたらしには行かず、地図を見ながら、想像で脚本を書いた。白坂の脚本を増す村が、現場で直す形。 原作者の元ク紀子からは、映画というのは小説とは全く別のものだから、お好きにどうぞ、と言われた。白坂は原作は箸にも棒にもかからないものがほとんどなんで、よくめちゃくちゃに直して、原作者から抗議されて文芸家協会に提訴されたこともあります。だけど、一流の小説家は何も言いませんね。二流以下になるとうるさい。ことに、 女流作家がうるさいですなどと述べている。脚本執筆は1975年夏。白坂が土着性の強い作品を手掛けるのは初めてで、脚本は原作より戦闘的になった。影響を与えたのは当時、白心の説得力でテレビに出まくっていた中ピレンの絵の木美子だという。増村も原作者の元とと会い、 元から小説の舞台である島や四国遍路の話を聞いた。マスムラは原作を読んだ時、こんなに強烈で自我を貫いた女性が昭和10年頃の瀬戸内海に存在したのか、と疑問に思った。中国地方、瀬戸内海、四国地方とロケ半市、行く先々で宿屋や茶店、通りすがりの若い娘と話し、西日本の女性が活気に満ちて、 自己主張が激しく、勇壮なバイタリティに溢れていることを知った。マスムラは今まで日本人には真の個人性、真の独立と自由はないと思い、これまで強烈な自我を主張する西王型の女性ばかりを明かず、普段に描き続けてきた。しかし即帰還の理由を発見して、もはやそんな必要は全くない気がした。自主独立の女性は日本にも存在する。 その女性さえ描き抜けば近代的な人間の理想像は十分に表現できる。大地の子守歌とその勇敢な女主人公林を描くことによって私もまた自分の監督生活の良き曲がり角にしたいと演出に挑んだと話している。撮影は3ヶ月。マス村の演出はワンカットごとにもっと強くもっと激しく もっと悲しくとリハーサルを何十回も繰り返し、原田は疲れたと話している。主舞台は広島県呉市の大崎下島見たらしであるが、当地での撮影は行われず、島のシーンは岡山県に下継いでロケが行われた。スタジオ撮影は東京映画撮影所。撮影は四国瀬戸内ロケスタジオ撮影東京八王子ロケの順に行われた。 ありがとうございます。